だな、注意。形が違うぞ。どういうことだ。落ち着け、注意。はい、こんにちは。バイチャンネル、前原です。今日はこちらですね。うん。レゴスターウォーズのケセルランミレニアムファルコンです。はい、ということでこちらですね、ハンソロスターウォーズストーリーね、こちら、ハンソロの若き日を描いたスターウォーズに出てくるミレニアムファルコンですね。そうだね。なんかちょっと形も違うんだけどね、早速作っていきましょう。はい。はい、ということで完成しました。こちらがケッセルランミレニアムファルコン号ですね。すごいよね、大きいですね。ミレニアムファルコン号って言ったら、あのスターウォーズのエピソード4で初登場して、その時にはすでにボロボロだったんだけど、そうだね、うん、で今回のミレニアムファルコン号は新品です、はい、だから白いよね、うん、全体的に白くて、こういう何パーツ部分が青くてかっちょいいよね。そうだね、うん、でやっぱりね、形が違います、若干ね、うん、この部分が全然違うんだよね、うん、いきなりちょっとネタバレみたいになっちゃうんだけど、この部分がですね、取れるようになってます、うん、はい、これで、まあ、従来のミレニアムファルコン号になると、うん、でこれはこれね、多分ビークルなんだね、うん、なんか後ろに青いのがついてる。そうそうだ、これで飛べるんだろうけどね、うん、要はあれだよ、反乱者たちに出てくるさ、ゴーストっていう船あるじゃん、うん、あれほら後ろにくっつく、これみたいなね、そうそうそう、ああいうやつ、小型船がなんとくっついてましたね、うん、だから今回の映画でこれはぶっ壊れちゃうのかもしれない。そうだね。でこの前から飛び出した部分、これですね、うん、上開くようになってます。こういう風にね、うん、こういう感じで開くようになってます。なんか一応コックピットみたいなのがあって、うん、これに動力源みたいな、なんかこのクリスタルみたいなのがありますね、はい、はい、これぐらいです、うん、一応ね、人乗せられるんだけど、うん、寝っ転がらせないと閉まんないの、これ。あ、だから今は乗せてません。はい、はい、はい、続いてコックピットですね。コックピットは前から抜きます、はい、こんな感じ。え、前から抜く。そうそうそう。でここにハンソロとチュバッカがいますね、うん、一応これ下ろしておこうか、はい、あのね、パパが前持ってたミレニアムファルコンが上に開いたと思うんだけど、ちょっと忘れちゃったんだけどさ、うん、多分そうなんだろうね、昔の動画であると思うんです、ちょっと確認しなきゃいけないんだけど、うん、今はね、あのお尻の奥深く眠ってるんでちょっと取り出せないんだけどさ、うんうん、それで、このミレニアムファルコンね、うん、この全部上が開くようになってます。あ、ここが上がね、こうパカッとこんな感じ。そう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 。あ、もう完全にいっぱい開くってことだね。ここ開かない、そこ開かない、そこ開かない、こういう風に開くようになってます。もう完全にパカッと、そうで中身が見られるようになってるね、うん、すごいいっぱいやね。はい、で中身こんな風になってますね、うん、ここがホロチェスのところで、ランドカルリジアンがいますね、うん、ランドをもうちょっと取り出しておこうか。はい、ここにも人がいます、うん、これはね、今回初登場のキーラって女性だね、うん、これもちょっと取り出しておこうか。はい、コップがいっぱいあるよね、うん、でドロイドもいますね、うん、これも初登場のドロイドかな。そうだね。ここにも何やらドロイドみたいなのがいるね、うん、赤いやつですけども、はい、スリーPO が赤くなったみたいな、うん、ちょっと違うか、ちょっと違うね、はい、貨物庫みたいだね。ここにですね、何やら悪党みたいな人がいます。本当だ。そう、まあ、これは本当はね、乗ってないと思うんだけどね、うん、ここが押すとですね、下開くようになってます、うん、入り口ですよ。あー、なるほど、うん、そうそう、こっから乗り込めるようになってるね、うん、はい、これ素晴らしいの、この裏側にもブラスターちゃんとついてんだよ。おー、ね、うん、よくできてるよね。おー、すごいですね。足が4つついてますね、うん、なのでしっかり置けます、うん、真ん中の部分はこのブラスターがついてるだけかな。そう、これがですね、なんとここが取れるようになってて、ここにですね、入れるようになってます。ほら、え、すごい。要はこれほら、あ、うん、裏側に人が座って、うん、そう、打てるようになってます。あー、すごいね。そうそう、一応こういう風にできます。おお、なってますね、うん、で、あのこういうタイプのね、ミレニアムファルコン初めてだからさ、うん、すごくいいなと思った。確かにね、パパ前持ってたやつは上をね、ガバって取るタイプだったからさ、ガバって、そう、だからね、壊れやすかったの、うん、だからこれはね、すごくいいなと思ったね、うん、パカッパカってね、うん、ただね、こうやって見るとスカスカなんだけどね。そうだねそこがね、ちょっと残念ではあるけど、まあしょうがないんだよな。うん、確かに。もう一つギミックがあって、うん、これ、え、あのスプリングローデッドシューター、あー、こっちにもついてますね、うん、で、これどうやって押すかっていうと、この部分にボタンがあるんですよ、うん、これを押すと発射します。せーの、ほい、こんな感じ。おー、もう一発持ってます。あ、こんな感じね。はい、はい、じゃあミニフィグ見ていきましょう。まずこちらがハンソロですね、うん、ハンソロはちょっと若いのかわかんないけど、かなり髪の毛が茶色だね。そうだね、うん、で、中のシャツが黒で、茶色の革ジャンか何かを羽織ってますね。はい、で、首をくるりと回すと
ちょっとなんだよって顔してますね。送り気味だね。そうだね、ちょっと送り気味ですね、うん、はい、続いてチューバッカですね。チューバッカはこのライフルみたいなの持ってるね、うん、これ棒キャスターじゃないですね。まだ手に入れてないのかな、うん、はい、続いてランドカルリジアンですね、うん、ランドはね、派手だね。黄色の T シャツ着てそして銀のブラスターを持ってる。そうなんだよね、ちょっとこの辺がランドはリッチなのかなと思ってね、うん、で、こうマントもね、なんか黒と青でかっこいいね。かっこいいよね、うん、いい感じ。ランドも顔が変えられます。ちょっと驚いたような表情になりますね、うん。はい、続いてこちらキーラですね、はい、キーラは今回のヒロイン的な人みたいですね、うん、この子の髪はなんとですね、ちょっとゴム製だね。そうだね、プラスチックじゃないんだよね、うん、これちょっとびっくりした、はい、で同じようにくるりと回転させるとへっって顔してますね。はい、はい、続いてこちらですね、うん、カイトルサイトっていうのかな、ちょっとごめんなさい読み方が分かんないんだけど、カイトルサイトって書いてある。なんか名前も姿も不思議だね。ね、多分敵なんだろうけどね、うんうん、顔はですね、なんと金なんだよね。おー、ちょっと怖いね、これね、うん、ゴールドで、うん、帝国軍とは関係なさそう、うん、はい、続いてこちらがケッセルオペレーションドロイドって、うん、赤いドロイドでちょっと不気味だよね、うん、なんか人間っぽくないっていうか、本当にロボットみたいな顔してますね。そうだね、うん、でもなんか体が CCPO みたいな。そうだね、うん、似てるよね、はい、はい、最後にこちらが DDBD ですね、うん、いい感じの名前だねこれね、うん、DDBD ほぼ D が中心、うん、なんか R2 レントっぽい体つきなんだけど、うん、足がついてますね。こんにちは、ハンソロさん、ケッセルランの準備整いました。バビビビビビビ、お前なんてくつろぎ方するんだ。まったくひどいドロイドで申し訳ありません。酔いが整ったか、ありがとう。そうだな、注意、形が違うぞ。どういうことだ。落ち着け注意。どうしたお前たち。この船はこのランドカルリジアン様のものだ。お前たちのお船ではない。ちょっと何やってんの、あんたたち。ここで揉めてるからあいつ来ちゃったじゃない。何言ってんのこいつ。なんてことだ、ミレニアムファルコンが壊れてしまった。あれ、でもこれがファルコン号だよね。やったな、注意。壊れちまったミレニアムファルコンはお前にくれてやる。せいぜいケッセルラン頑張るんだな。ちなみに俺は中年になった頃の声で喋っている。本当は若いんだ。え、俺の用はもうないか。なんだ、何を黙ってるんだお前たち。なんだ、みんなして俺のことは無視か。そうか、さようなら。はい、ということで今回はレゴスターウォーズのケッセルランミレニアムファルコンでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今日はですねスターウォーズの日、うん、5月4日ということでスターウォーズ関連やってみました。はい、はい、ということでハンソロ楽しみなんですよね、うん、いつも見るか分かんないけどね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。